日本サッカー協会 JFA は5月16日 U23 日本代表が7月17日にフランスのトゥーロンでパリ五輪男子サッカー出場国の U23 フランス代表と対戦することが決定したと発表したカタールで開催された U23 アジアカップで優勝した U23 から23日本代表は8大会連続の五輪出場を決めた 本大会ではパラグアイ、マリ、イスラエルと同じグループ D に入った。その日本は、現地時間7月17日21時5分キックオフ、予定、日本時間18日4時5分で U23 フランス代表と対戦することが決まった。U から23日本代表の大岩号監督は、 パリオリンピック2024開催国の U23 フランス代表との対戦は、我々がオリンピック本大会を勝ち上がるための資金石として非常に重要な機会になると考えています。また、本大会前最後の試合になるので、我々のグループがこれまで積み上げてきたものを最終確認しながら、本大会第一戦をいい形で迎えられるよう、 目の前の一戦の勝敗にもこだわって臨みたいと思います。6月に予定している U23 アメリカ代表戦を含めて、限られた時間の中で最大限の準備を進めていきます、とコメントしている。